さんって言ったのにやばい、はあはあ、そういう人が亡くなっちゃったの。ああ、やりだしてこうね、すごいすごいすごい、ずっと何年もずっとやったの。じゃあマイクストップするんで、うん、私も、うん、全然人が人間じゃないんですけど、結構電車賃ずっと払って、うん、撮影しに来てもらって、どこ？なんでわかるんですか？なんでだって、じゃダメです。あの神奈川県の方から、でも東京経由で、やった。僕は寿司回生。あ、寿司？うん。いや、あの、こんだけあれば、あの、間違いはない。だいたいこれも今バッテリーを切れて済んでます。あの、こんだけあればどれか取れる。すごい。ええ。休みなんで、休みなんで。でも多分、ゴスリ量が取ったみたいですね。どうしても今は、他の人ができないことをやってるわけだ。うん、あ、恐れ入ります。あ、ただ、あの、東京駅の時は、ね、取りに行ったんですけど、ライバルが多くて。もうライバルいないんで不思議ですよね。うん、しかも今日が日曜日ですけど、日月火水木金と、あの期間あそこに行くんですけど、それは日替わりで、東急に、キラリアに。だから、まあ、今日というか私今日しか来れないんで、非常に残念なんですけど、本当はね、何か全部取りたかった。やつかな。いやいや、あの、いや、もうなんていうか、ラブ吉祥寺、素晴らしい吉祥寺。ありがとう。あの、来てる方たちはそういうの知っててくれるんだと思うんですけど、なんかこう、しかも点灯式でなんかこうやるっていうんで、そうしかないという、今出てこない。いや、まあ、ネットであのそういう情報を聞いてですね、あっちこっちでやっぱりあるんですけど、バッテリーを変えないように、なんかこんなのがあるみたいですけど、いや、5時かなと思ったんですけど、5時じゃなかったんで、まあそのうちあるでしょう、多分5時半とか、そうね、まあ6時からは間違いなくやると思うよ。